うまくいったというのに、また浮かない顔をしておいでですね。霧生、そういうお前は顔を隠したままなのか。失礼しました。また聞こえたというのですか？ああ、いいか。異常と思わないで聞いてくれ。もちろんですとも。過去にタイムスリップするらしい。異常です。異常か！異常だったか。霧生よ。はい。こんな時まで顔を隠したままなのか。失礼しました。辛辣な物言いをしてしまい申し訳ございませんでした。しかし世界広しといえども、過去にタイムスリップした実例など存在しないのです。だろうな。ああいうのは架空の世界の出来事だ。典型はついに世迷言を吐くようになったということだ。しかしこれまで外れたことのない真言です。まさか起こる可能性があるとでも？起きたならば白川さんは何を成したいですか？私が過去で成すべきこと、それは着てるよ。そうだ、マリーのブティックでみんなで水着を試着したんだったな。なのになんでこんなところにいるんだ？ルカ、無事だったか？こんな不思議なことが起きてんのに目を輝かせやがって。だってユッキーの水着姿が拝めるなんて最高のイベントじゃん。イベントじゃねえわ、恐ろしく不可思議な現象だわ。なんで水着を試着しただけでこんな場所にすっ飛ばされなきゃいけねえんだよ。ユッキー寒いの？夏だから暑いに決まってんだろ。ならその腕どけてもっと出していこう。まさかよ、同性のお前が私の胸見て何の得があんだよ。有名人だったお前の胸の方が需要あって隠すべきだろう。私にはあるのに。くそ、試着なんてしなければよかったぜ。他のみんなも来てるのかな？来てたら来てたで謎は深まるばかりだが、探してみっか。ああ、行けよ。ユッキー、先にどうぞ。お前が部隊長だろ、率先して行けよ。私はついてる。その背中を守ってやるぜ。いやいや、私は大丈夫だよ。
行けよ。ユッキーが行くまで行かない。ケツの割れ目が見えそうなほどローライズなんだよ。気を使えよ。わお、後でこっそり見ちゃおう。あそこだ、みんな集まってる。合流しよう。あ、来ていたのね。一体何が起きてるの？あれ？カレリンとメグミンは着なくても飛ばされてきちゃったの？カレンちゃんが貴様にはまだ見せてやれないって上から制服を着込んじゃった。うちはダサすぎて見せたくなくなった。ってことは中には着ているのか。みんなブティックにいたはずです。そうだ、その通りだ。そこで水着がレンタルされてたから、みんなでじゃんけんしたんだったよな。でも、私たちだけじゃなかった。そこにサンマル D の皆さんが通りがかって、ルカさんが巻き込んでました。そうだ、それで総勢11人でじゃんけんして、負けた人がキルゲームをしたんだった。 3-1-A が揃って全員負けてたの。あとは…サンマル G の部隊長が負けてたよな、確か。探そう。あそこで丸くなってるのはユイナ先輩。ユイナ先輩、無事でありますか？無事なものか！こんな格好で見知らぬ場所に飛ばされてきて。安心してください。みんなもそんな格好であります。え？お前はものすごく似合っているではないか。着こなしている感がすごい。この私は、その、とてもみっともないのだ。嫌味か？すでにここから確認できる腰のくびれだけ見てもルカナビに似合ってそうで怖いぜ。聞きましたか？あの冷静な分析力で 3-1-A の参謀となっている泉ユキの言葉を。彼女はお世辞を言いません。だからこの窮地を打破すべく我らの方を向いてください。確かに、このままでは発砲したがりだ。絶対に変な目で見るなよ。はい。なんて美しさ。お腹丸出しなのにエッチじゃない。むしろ崇高。女神の名がふさわしい。全くかなわない。圧倒されるな。この世の男全員虜にする気か。まさに地上に舞い降りたエンジェル。もう嫌だ、帰る。どこへですか？それを一緒に力を合わせて探すのではないですか？だったら口々に感想を述べるな、並べ立てるな。とにかくすぐにも羽織るものを手に入れたい。それはダメだよ。どうしてだ？ルール、じゃんけんで負けたら水着って伝えたじゃん。
ことが起きていてもそのゲームは続くというのか？続きます。ゲームというのはそういうものです。あの二人はすでに着替えてるではないか。目覚めた時点で制服を着ていたためセーフとなります。マジか、私もそうしとけばよかったぜ。ここにサンマル G の皆がいないだけでも助かったと言うべきか。それでこれからどうするの？とりあえず向こうにホテルみたいな建物があるし、人を探してみねえか。そうだね。お帰りなさいませ。利用客だと思われてるじゃねえか。ということはご予約なしのお客様でしょうか。こちら白波リゾートとなっておりますが。待て、予約も何も、なんでこのご時世ホテルなんて営業できてんだよ。確かに、でもホテルの合意に見えるけど。その通りですが。軍が関与しているのか。まさか、そんなものとは無縁です。キャンサーはなぜ襲ってこない？キャンサーとは？おっと、こいつはおかしいな。ちょっと詳しく話を聞かせてくれないかい？なんてこったい。何かわかった？どうやら今はキャンサーが地球上に現れ始めた頃みてえだ。まさか、何かのドッキリ？どっかでカメラでも回っとんのか。人類ピンチなのに、なわけあるかよ。でもだったら過去じゃないか。あ、過去にタイムスリップする典型を受けていた。あれが今まさに起きたということか。だがなぜそんなことが？どったの、ユイナ先輩。いや、我々は過去にタイムスリップしてきたと考えるのは自然だ。セラフ部隊の先輩のあんたがそんな不思議な現象をすんなり受け入れるのかよ。見ろ、奥にもボーイや客がいる。全くドーム住民には見えない。確かに、まるでみんなで夢でも見てるみたいな光景ね。うん、ほんと。じゃあ今日はしこたま遊ぼうぜ。やったな、頭。リゾート満喫していき。なんでだよ、帰る方法を見つけるべきだろ。どうせ寝て起きたら基地に戻ってるさ。どんな能天気さで遊ぼうとしてんだよ。姫、外からだ。行こう。最後、あれは間違いなくキャンサー。やっぱいるんじゃねえか。とにかく助けよう。しかし過去の世界でセラフを呼び出せるのか。電車があるからきっと呼べるはず。ああ、私の伝説はこれから始まる。ノブレス・オブリージュ。
こんな感じ？全然雑魚だったな。ありがとうございます。今の何だったんですか？このカップルは初めて見たような反応してるぞ。あんなクソ恐ろしい敵なのに。どうしてなのかしら。もしタイムスリップが本当だと仮定すると、ちょうどキャンサーの発生時期だからな。まだ人類には未知の存在だった頃ということだな。害獣が現れたそうで、あなたたちが撃退してくださったのでしょうか。まあそんなところ。何も持たれていないようですが、どのような方法で？見えない武器を隠し持ってるものなのさ。イケてる女みたいに言うな。そんなもの。それに軍属の兵士なので、見てください、この人体買い上げられているのです。一番説得力ねえ体のやつが言うな。おいタマ、いつもの帽子がないと説得力皆無や。あっても皆無だ。それはなんと頼もしい。あなたは？当ホテルの支配人です。交通の便が悪く、警察もすぐには駆けつけられないとのことだったので、本当に助かりました。お客様方に頼って申し訳ありませんでしたが。お客じゃないよ、フラッと寄ってみただけ。それはまさに我々にとって幸運でした。地域復興のためリゾート地として整備され、ようやく迎える初めての夏なのです。何人でも出たらすぐにも頓挫するところでした。差し出がましいかもしれませんが、ご宿泊先がなければ当ホテルにどうぞ。もちろん無料でご招待します。食事もお出しします。やった、艦隊だ。そんな恩恵を受けてる場合か。どうせ寝て起きたら基地なんだし、またキャンサーが人を襲うかもしれないし、だったらすぐ近くのホテルに滞在しといた方がよくない？それもそうね。ぜひそうして言ってください。お名前をおっしゃっていただければ、お部屋に案内するよう防衛には申し付けておきますので、よろしければ携帯の番号をお教えいただけますか？便所ならあるけど、携帯は誰も持ってないの。そうですか。でしたら仕事用のものですが、私の。それを持っててどうしろと？もし何かあったらご連絡いたしてく。つまりまたキャンサーが現れたら退治しろってことね。それぐらいやったりましょう。お安いご用や。ありがとうございます。またそんな安請け合いをしていいのか。防水スマホですので、海で泳いでもらっても構いません。何卒よろしくお願い申し上げます。それでは失礼いたします。寝る場所も食事も確保できたし、あとはひたすら遊ぶだけだな。早速海に行きましょう。元艦長がそんな浮かれてていいのか。ユイナ先輩もぜひ。まあこの姿なら海の方がしっくりくるだろうな。
前にロッチと来た海より青く透明だな。私はあっちのアスレチック的なアトラクションがずっと気になっているのだけど。楽しそうじゃない？行ってみよう。いらっしゃいませ。これって何なの？無血という巨大ウォーターアスレチックになっています。ホテル宿泊者であれば無料で挑戦できますよ。だってさ、挑戦してみようぜ。そんなことをしている場合か。ユイナ先輩、これは遊びではなく挑戦です。お姉さん、そうだよな。はい、名もなきアスリートたちのオリンピックとして開催させていただいております。つまり基地もない私らにとって唯一できる訓練なのであります。だが誰から見ても遊んでいるようにしか見えないと思うのだが。そう、一般人に紛れ、しかし実は鍛えている。我々にとって格好の隠れ蓑ではありませんか。確かに。お前普段はバカなくせに言葉だけは巧みだな。これでも作詞家だぜ。本当にな。それで賞も取れてたんだから詐欺師の才能もあるな。最高の褒め言葉をありがとう。犯罪者呼ばわりされてんのに相変わらずポジティブさがすげえな。ポジティブの鬼かよ。でも男女でハンデもなさそうだし、女性だと圧倒的に不利だったりしないかな。そうなんです。なので女性にはその難度を味わってもらうことになります。それクリアできたら鼻高々じゃん。男にも負けないってところ見せてやろうぜ。それはいいわね。やったりましょう。ええやろ。この足が男なんとに負けてたまるか。なんでルカの提案には毎回ノリノリになるんだ。うちの舞台は。ユイナ先輩もいいですよね。まあぼーっとして過ごすよりはいいか。嫌なら断った方がいいぞ。では挑戦だ。ゼッケン1番茅森ルカの登場です。見どころはどんなところでしょう。何をしても天才、運動させても天才。そのテンポの才を感なく発揮できるかどうかでしょう。ありがとうございます、無欠アドバイザーの国見様さん。では挑戦です。お前ら何やってんだ。最初は水上に浮いた足場を飛び移りながら進むエリア。行くぜ。うわー、華麗に飛んでいく。まるでカンガルーのようですね。それぐらいの跳ね方です。電動で回転するポールに落とされないよう進むエリアです。行くか行かざるか、その判断が重要ですよ。いつ？おりゃー！迷うことなく突き進む。猪突猛進、まさにイノシシです。ほいっと。これも難なくクリアだ。さすが切り込み隊の部隊長といったところです。次はどんどん重くなっていく壁をタックルで押して進んでいくエリア。クソみたいなバカ力が必要です。なんせ男女で重さが変わらないので女性は圧倒的に不利です。やってやるぜ。うおクソみたいなバカ力で押して、カバみたいですね。カバの突進力をなめてはいけません。カバはクソみたいなバカ力の持ち主です。クリア。最後に待つのはそそり立つ壁です。やはり男女で高さは変わらないので女性は圧倒的に不利です。やってみせる。まるで重力を感じさせず駆け
おめでとうございます。ファイナルステージへの挑戦権を得ました。まだ終わってなかった。アドバイザーも知らずにですみませんでした。終わり申し上げます。そのファイナルステージってのはもしかしてあそこにそびえ立つタワーみたいなのか。はい、ファイナルステージはあの天空に向かって伸びるタワーの登頂のようです。やはり男女で難度は変わらないので女性は圧倒的に不利です。とりあえずみんなも私に続いてファーストステージのクリアを目指そうぜ。次は誰が行く？区長、私め挑戦させてください。おお、おたまさん、三一 A がすごいところを見せつけてやってくれ。最初のエリアで頭から海中に突っ込んでいった。すげえ情けねえ姿見せつけてるじゃねえか。次は？そろそろ私が行こうかしら。おお、つかさっち、三一 A がすごいところを見せつけてやってくれ。なら覚醒してから挑戦してくれ。頑張って、つかささん。応援されたら今のままで制覇したい。思いっきり足滑らせて水没したじゃねえか。果てしなく間抜けな諜報員じゃねえ。しかも理不尽なことに応援された相手に罵倒されてるじゃねえか。次はわしが行く。カレンちゃんでいいの？カレリンの方が反射神経良くない？何人もほふってきたわしが、あやつに身体能力で劣るはずがないわ。確かに。水上でほふった経験はなかったようだな。みじめな殺人鬼さん。ここぞとばかりに覚醒して罵倒してやんなよ。お前らの中どうなってんだよ。悪いのかよ、いいのかよ。次はうちの番や。全てを飛び越えるつもりでジャンプしたが届くわけねえだろ。次はどれ。私もやんなくちゃならねえのかよ。もちろん、訓練サボったら怒られるよ。くそ、わかったよ。だったらやってやるよ。ゼッケン6番泉ゆきの挑戦です。慎重に渡り切りました。これぐらいこなしてもらわないと体型は破壊です。次は電動で回転するポールに落とされないよう進むエリアです。行くか行かざるか、また冷静な判断が見られるでしょう。これも慎重にクリア。これぐらいこなしてもらわないと体型は破壊です。常に全滅していたでしょう。次はどんどん重くなっていく壁をタックルで押して進んでいくエリアですが、クソみたいなバカ力が必要です。泉選手はハッカーですが、果たしてどうでしょう。落ちたー、失敗。ハッカーにクソみたいなバカ力があるわけねえだろ。今後の3位が心配ですね。お前らの方が早く落ちてたろ。もうちょい頑張れよ。最後はユイナ先輩だよ。あ、そうだな。訓練をサボるわけにはいかないもんな。冷静になれ。成功例も失敗例も見た。私ならやれる。ゼッケン7番白川ユイナの登場です。とにかく美しいですね。ここに居合わせなかった男性は不運どころの騒ぎではありません。
謎のカリスマシンガーが紅白で歌う瞬間を見逃したのと同じぐらいです。例えが分かりやすい。そんな瞬間を見逃すわけにはいかない。録画してでも見たい。残念ながらカメラは入っていません。誠に悔やまれます。お前ら何やってんの。見どころはどんなところでしょう。すべてに何もかも瞳の奥に永久保存しましょう。そうしましょう。では瞳の奥に録画スタート。何言ってんだお前ら。最初は水上に浮いた足場を飛び移りながら進むエリア。この綿毛に見えました。それぐらい幼き日に見た原風景のようです。汚れた大人になって忘れてしまっていました。でももういつでも再生することができます。なぜなら瞳の奥に録画中。何言ってんだお前ら。次は電動で回転するポールに落とされないよう進むエリア。エトワールという夢を追いかける少女でもありました。それも汚れた大人になってしまった今、失ってしまった姿、取り戻したいものです。少女さん、いつでも取り戻せますよ。忘れていませんか。今は瞳の奥に録画中。どうでした。いやよかった、ほんとよかった。今日は来てよかった。何が始まってんだお前らの中で。次はどんどん重くなっていく壁をタックルで押して進んでいくエリア。クソみたいなバカ力が必要ですが、ここはいかに攻めるのでしょうか。はぁ、髪を華麗になびかせ押していく。どうしてでしょう。カヤモリ選手はカマみたいに見えたのに、美人に例えるならジャンヌダルクのようです。なことはありませんか。最後はそそり立つ壁、登りきればカヤモリ選手に続きファーストステージクリア。汗もかき、棒に張り付いた髪がもはや犯罪的な美しさです。世に放っては危険です。髪では保護しましょう。マイル、なんとかメンツを保てたようだな。ファーストステージクリア、おめでとうございます。ファイナルステージへの挑戦権を得ました。はい、もしもし。みんなできた、キャンサーだ。待て、こんな運動をした直後に戦うのか。
ウィーナ先輩、それが我らの使命であります。そうだな、行くぞ。だったら休んでおけばよかったぜ。サイキック見せつけたる。ルカちゃんウィン。運動の後に戦闘死ぬかと思った。お前速攻で海にダイブしていっただけじゃないかよ。私の方が全然疲れてるわ。確かにこれはすごく鍛えられるな。いいもんでしょ。このままファイナルステージ挑戦しちゃう？すみません、その前にお腹が空いたので何か食べ物をご賞ですかや。確かにそうだね。あれって海の家じゃない？ちょうどいい、何か食べよう。いいね。場所柄のせいでのんきな行為に思えるが、腹が減っては戦はできねえしな。やっぱ海の家で食べるべきは焼きそばだよな。私は焼きとうもろこしがいい。うちはレモネードもらおう。かき氷、海で食べるかき氷は至高。おいタマ、かき氷は腹にたまらん、腹にたまるもんにしよう。おいタマ、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 おいタマ。レモネードも腹にたまらねえだろ。屋外で食べるラーメンってたまらないのよね。ユイナ先輩はカレーとうどんが合わさるとどうなるんだ。カレーうどんが気になるってこと？ああ食べてみたらわかるよ。それに普段の服装ならカレーが飛び散って汚れやすいけど、今のユイナ先輩は裸に近いから安心してすすれるな。
裸に近い？裸になんか近くない。ちゃんと隠すべきところは隠れている。うんうん、そうだね、隠れてるね。食券制だから、はいこれカレーうどん。あ、これをあの女性スタッフに渡せばいいんだな。おいしい。やっぱ海の家で食べる焼きそばは格別。これがカレーうどん。出汁の味がして和を感じて不思議な感覚だが、おいしい。この開放感はスパイスになってるでしょ。そうだな、確かに新鮮だ。でしょでしょ。ちょっといいか。このリゾートホテルのニュースを電車で見つけたんだが。なんて書いてあるの。本当に最初期だ。キャンサーの襲撃により民間人が犠牲になった土地とされている。じゃあそのニュースが書き換わるまでキャンサーを倒してやったらいいわけだ。はあ。この電池は未来のものだし、私らの力で過去を変えたらそうなるでしょ。電池のニュースだけはリアルタイムで書き換わるというのね。理屈で言ったらそうかもしれねえが、過去改変なんてできしまったらゆくゆくは人類を救えちまうぜ。望むところじゃん。望むところだが、そんな簡単にできたら人類も苦労してねえよ。でも不思議な水着の力によってそれができるかもしれない。ま、今回はお試し感覚でトライしてみようぜ。人助けとなった。放っておきませんね。せやで。私も頑張る。起きたならば白川さんは何を成したいですか。私が過去で成すべきこと、それは、それが私がなすべきことだというのだろうか。ユイの先輩は反対？いや、人類を救うきっかけとなるのであれば手を貸さない理由はない。よっしゃ、みんなやってやろうぜ。この夏を満喫しつつな。後者はいらないだろ。さて、無欠の最終ステージに挑むとするか。早速後者じゃねえかよ。一般人に紛れて鍛えるんだってばね、ユイナ先輩。あ、その通りだぞ、みんな。まんまとはめられてるからね。ゼッケン1番、茅森瑠花の挑戦が始まります。見どころはどんなところでしょう。あの天空に向けてそびえる城、あれを決められた時間内に登り切ることですが、3つのブロックに分かれてます。1つ目は雲のように両手両足を開いて登っていくブロック。ここがある意味一番の見どころでしょう。というと股がおっぴろげになります。女性にとってはある意味恐ろしくもある。バーにぶら下がり、腕の筋力だけでそれを上の突起に引っ掛けて登り続けるブロック。これも見どころの一つです。というと脇がおっ広げになります。女性であることを忘れる必要がありそうです。三つ目は単純です。垂れた綱を登るだけです。これも見どころの一つです。というと脇がおっぴろげな上、相当疲弊して息は上がり、汗もびっしょりでしょう。結局全てが見どころ。これは刮目に値しすぎる。ここに居合わせなかった男性は不運どころの騒ぎではありません。地獄がワールドカップで優勝する瞬間を見逃したのと同じぐらいです。例えが分かりやすい。そんな瞬間を見逃すわけにはいかない。録画してでも見たい。残念ながらカメラは入っていません。誠に悔やまれます。お前ら何やってんだ。ではスタート。行くぜ。
は前世やってましたね、クモ。それぐらいのスパイダー具合です。そこからバーにぶら下がる。ここからは腕だけで自重を持ち上げていく。上腕に頭筋が膨れ上がって、今度はまるでゴリラのように力強く器用にバーを上へと運んでいってます。これは全然せやってましたね、ゴリラ。それぐらいのゴリラ具合です。そして最後のブロックへ。砂に捕まる。くねくねと登っていく姿はまるで巨大な芋虫だ。これは全然前世やってましたね、巨大な芋虫を。それぐらいクソでかい芋虫具合です。ロマンティックな曲なんだから、そんなのいじるなよ。残り時間10 9。おっと、ここで残り10秒を切った。果たして間に合うのか、巨大芋虫、いや、かやまり選手。5 4 3、登り切ってボタンに手を伸ばす。えい。ゴール、間に合いました。完全制覇です。おめでとうございます。女性では初です。すごいですね。いやー、やっぱ司令官みたいな鬼に鍛え上げられただけあるな。逆だろ、怒られるからな。続いてゼッケン7番、白川結菜の挑戦が始まります。見どころはどんなところでしょう。愚問です。もちろん不滅です。そうでした。では富の奥に録画スタート。だから何なんだよそれ。ものすごい高さだ。ルカはよくも時間内に登ってみせたものだ。見事だ。しかし後輩に遅れを取ることなど許されない。白川結菜、私ならやれる。ではスタート。かやまり選手に全く劣らない速度で登っていきます。選手はただの雲に見えました。ですが彼女は女郎グモです。不思議なものですね。手足が長く艶やかです。オスグマは全て彼女の虜でしょう。でも残念、その姿も我々だけのものなのです。もちろんです。なぜなら瞳の奥に毒が散る。偶然の瞳の奥に毒画中ブームが 31A 内に巻き起こり始めてんな。なんだよその摩訶不思議なブーム。次はバーにぶら下がる。ここからは腕だけで自重を持ち上げていく。このブロックもかやまり選手に全く劣らない速度、いやそれより速いかもしれない。なぜでしょう。かやまり選手はゴリラ。彼女は首に下げられた高級ジュエリーに見えます。手がチェーン、そして胴体が宝石に。本当だ。あのネックレスはルパンにも盗み出せない秘宝です。では我々だけは永遠に見ることができるのです。なぜなら瞳の奥に録画中。
楽しそうだな。録画中って、私も混ざりたくなってきたわ。そして最後のブロック、綱に捕まる。すごいスピードで登っていく。これは速い。なぜでしょう。カヤモリ選手は巨大イモムシに見えました。ですが彼女はミソに見えます。例えるほどくらい大きした。ミソマンマミソといった目も下も恋力もない。それぐらい姿勢が低下する光景です。同じ女性なのに巨大イモムシと例えられたカヤモリ選手があまりに不憫で泣けます。でも涙を流している暇なんて我々、なぜなら瞳の奥に録画中。混ざってみたけど特に楽しくもねえわ。そもそも瞳の奥に録画なんてできねえわ。時間とともにふわっとした記憶になっていくわ。そんなことを言っている間に登り切ってボタンに手を伸ばす。これでいいのか。頂上で待ってたけど、さすがすぎるよ、ユイナ先輩。ルカ。まだまだ先輩を舐めてもらっては困るな。ああ、永遠にその背を追いかけるよ。早速、ニューレコードを更新した白川選手のインタビューに向かいたいと思います。そうですね、行きましょう。あの天空の城のてっぺんまで。ここに登ろうとして落ちたぞ。大丈夫なのか。ぐわや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 。誰かがここに登ろうとして落ちたぞ。大丈夫なのか。まあ、海の上だし大丈夫じゃない。あ、はい、もしもし。みんな敵だ、キャンサーだ。討伐してみせよう。
ていきましょう。一気に行こうぜ。やっ、どうだ、職場こんな感じ。なってるじゃねえか。ありがとうございます。なあ、こんな危険な状況だ。みんな避難させるべきだ。警察を呼んでさ。もちろんおっしゃる通りです。ですが、5年という歳月をかけて多大な借金も抱え、ようやく復興をかけてスタートした最初の夏なのです。ここでホテル経営とイベントを頓挫させたら、関係者全員が路頭に迷う羽目になります。しばらくの間、ご助力をいただけないものでしょうか。困っている人がいるなら助ける。それがセラフ部隊さ。こんなことを続けるというのか。それにこの時代のキャンサーはひよっこ同然だし、なんとかなるさ。不思議なことだな。そうだな。皆様にはご一緒にお泊まりいただけるようスイートルームをご用意させていただきました。すげえ、豪邸みたい。窓からの見晴らしも最高ね。いやー、至れり尽くせりで救いがいがあるな。船盛りが出てきた。マグロにイクラにウニまであるじゃねえかよ。ユッキーの好物だらけじゃん。揚げ物とかはないの？エビやイカの天ぷらがあればよ。天ぷら大好き。つゆにダクダク浸して、いただきます。おいしい。こういうのは素材の味を楽しめよ。ダクダクにすんなよ。つゆの味しかしねえだろ。ねえ、基地で食べるものより素材が生き生きしてない？うん、どれも取れたてなのだろう。やったな、ユッキー。お前みたいに食いしん坊キャラじゃねえんだわ、私は。あ、はい、もしもし。ユッキー、楽しんでるところ悪いがキャンサーだ。もう一回言う。お前みたいに食いしん坊キャラじゃねえんだわ、私は。駆けつけるぞ。見せつけた。
気を抜くな。怒らせると怖いよ。お前、むしろひでえことにしかならねえんじゃねえか。まだ嫌がるな。一掃してから帰ろうぜ。ああ、いいね。やったるか。そうね。お出ましだ。私らならやれるさ。へい。こいつは効くぜ。やるじゃん。カチカクです。ありがとうございました。どんな困難も乗り越えてみせよう。そうだな。ですね。やったるか。そうね。注意してやらねばな。この辺りは今獣が出てるから危険だぞ。そうなんですか。避難しますね。ありがとうございます。こんな当たり前だったはずの風景もキャンさんの襲来でこれから消え去っていくんだね。心置きなくいちゃってるよ。平和な星に戻しとらんとな。すっとそうだなと同意しづらいセリフだな。そうですね。すっと同意しやがった。しかもいつになく遠い目をして。
ぼやあら、そうだなですね。私らならやれるさ。どんな困難も乗り越えてみせよう。ごやあら、まさかこんなことになっているとは。セラフ部隊の皆にもとても言えないし、見せられないな。へえ、みんな喜ぶってば。ユイナ先輩が水着姿で戦ってたらもう無敵じゃん。なんなら写真集出そうよ。爆売れ間違いなしだよ。お前は桐生か。え、ミャーさんもそんなこと言うの。もうサンマル G のアイドルじゃん。違う、あいつだけだ。あいつだけなぜか時たまおかしくなるのだ。罪作りな人だな、ユイナ先輩は。私が悪いのか。うん、可愛すぎるユイナ先輩が悪い。意味がわからない。泉、お前なら私の意味のわからなさ理解してくれるのではないか。存在としてずるいとは思うよ。私の存在はずるいのか。ずるかったのか。天は何物も与えすぎやろ。これまでの努力は。ま、うちの部隊長もいろんなものに恵まれすぎでズリーから見慣れてる。それ言ったらユッキーもじゃん。なんでハッカーなのに美形なのさ。待て待て、お前と白川ユイナレベルに私を混ぜてくんなよ。全然レベチだよ。おいターマー、何も言ってませんが。自分も小さい割によう頑張っとる。
それレベチなことをまざまざと突きつけてるだけだからな。ねえ、そろそろ夜景に戻らない？いくらキャンサーが未成熟だからといって気を抜かないべきよ。まったくだわ。そうだな。ですね。もうキャンサーはいなくなったみたい。一仕事終わったっちゅうことやな。お疲れ様でした。これだけ倒したんだ、そろそろニュース書き換わってない？見てみるわ。まだキャンサーの襲撃により民間人が犠牲になった土地のままね。今日だけじゃ終わらないのか。夜も遅いし帰って寝るか。まさか寝る時もこの格好のままなのか。ユイナ先輩、それを脱いでは過去を救わぬまま未来へ帰ってしまいます。そうか。だが汗まみれなんだ。シャワーぐらい浴びさせてくれ。もちろん。これだけ豪華なホテルだ、きっとすごい大浴場があるに違いない。シャワーだけでいいんだが。ゆっくり浸からないと疲れも取れずに明日の戦闘に響きますよ。そうか、そうかも。入浴にはそういった効果もあるな。うん、入ろう。三一へとお風呂か。そもそも水着は脱いではいけないわけだし、恥ずかしがることは何もないよ。リーナ先輩、失礼します。はぁ、どこに手を入れてくるのだ。その辺にしておいてやれ。